どうも、最近人生初ワイヤレスイヤホンを買って気分ルンルンな熊田です。いや、マジで科学の力ってすげえ。さて、今回も声優ニュースをバンバン紹介していきます。早速どうぞ。スポーツやコンサートのチケット購入などにマイナンバーカードを活用した本人確認を政府が検討していることが明らかになりました。チケット購入時と入場時にマイナンバーカードを活用し、第三者への高額転売を防ぐことが目的だそうな。つまりチケットを持って会場に来た人が購入した本人であるかどうかを確認するわけさね。転売を防げるならいいんじゃねって思えるんだけど、これに声優尾形めぐみさんが猛反対。12月1日こんなツイート。日本国発行のクレカしか使えない。日本国で販売されている携帯が必要。そのおかげで日本のライブイベント業界は海外から来てくださっていたお客様の大部分を失いました。転売ヤー対策といって始めた施策が追い詰めた。それにみんな今苦しんでいるのに、さらなるガラパゴスか。ありえない。マイナンバーカードってのは日本に住民票がなければ取得できません。日本国内でのイベントやライブを楽しみにしている海外ファンは大勢いますが、もしこの施策が適用されると海外ファン勢は完全に追い出されるでしょう。このニュースに関して海外ファンの声をいくつかご紹介しましょう。私は日本のクレジットカードや携帯電話を持っていないので、日本でのイベントのチケットを購入するために毎年日本の友人に頼まなければならなかった。現在のチケットシステムは私たち海外のファンにとって有効的ではない。マイナンバーカードでチケットを購入する必要がある場合、海外ファンにとってはまさに死刑宣告に等しい。推しのライブに行くために日本 SIM 開通方法から勉強しなければならない悲しい世界。こんな感じで多くの海外ファンから悲痛の叫びが上がっています。これまでは日本の友人にチケット購入をお願いしたり、 VPN を使って日本サーバーからチケット購入なんて方法を試す猛者もいたみたいだけれど、購入と入場にマイナンバーが必要となれば万事休すだよね。尾形さん、当たり前ですが転売ヤーにはいなくなってほしい。でもこれが本当に転売対策になる？今一度考えていただきたいのです。決議されてしまう前に、と声を上げています。さて、今後の展開はどうなっていくのか見守っていきましょう。ゆるキャン大垣千秋役などを演じる原さゆりさん、12月1日のこと。おいおい、おっと、これは何かあったんでしょうか。あなたをブロックしました。何？やめて、声優さん同士でギスギスすんの。青木瑠璃子さんって言ったらデレマスでただディーナ役の方だけど、原さゆりさんは本田美代役で共演してるよね。しかもニコ生シンデレラパーティーでも長年一緒にやってるじゃないですか。いや、マジで何があったん。仲良く行きましょうよ。よろしく頼む。とか思ってたら、なんかブロック解除されてフォローもされてました。いや、よかったね。一時はどうなるかと思ったよ。あとは原さんがブロック仕返せば完璧だね。やるじゃない。さて、今年もついにこの季節がやってまいりましたよ。そう、豪華声優による2023年37カード年賀状、ご存知の方も多いでしょう。電話でボイスメッセージが届くカード37カードの配信システムを用いた年賀状。年賀状裏面に記載された電話番号とシークレットコードを入力すると、あら不思議、人気男性声優から新年のご挨拶をボイスメッセージで聞くことができちゃうんです。ご覧の通り、年賀状には本企画のために新たに取り下ろされた写真が、あーマーベラス。2023年版で参加する声優さんは阿部敦さん、梶裕貴さん、谷山紀章さん、林優さんなどなど、総勢24名の人気男性声優。さらに2023年1月31日までにボイスメッセージを受け取った人を対象に、抽選で参加声優のサイン入りミニ色紙とオフショットチェキが当たるお年玉企画や、参加声優のおみくじボイスオリジナル画像がゲットできるデジタルおみくじもあるんだとか。え？俺のバージョンが欲しいって？ごめんね、俺のはないんだ。購入ページへのリンクを説明欄に貼っておきます。2023年2月8日内田真彩さんのファーストフォトブック「真彩時」発売が決定。はい、拍手。コスプレ、ビューティー、対談、百問百答など魅力いっぱいの最新写真集。撮影いっぱいしました。いろいろ赤裸々に答えました。今だからこその企画をしています。俺さ、思うんだ、人生この日のためにあったんじゃないかって。店舗特典もあるそうだから絶対チェックしてくれよな。各店舗の URL を説明欄に貼っておきます。11月30日遠山奈緒さんがこんなツイート。プロト立て続けにプロト。なんやねんプロトって。こちらライトノベル我がホムラにひれ伏せ世界、略称ホムセカーに登場するキャラクター、地球外機械生命体プロトの声を担当されることの宣伝ツイートなんですけど、適当。いや、どうしたんマジで。その後慌ててこんなツイート。
あ、ごめんなさい。プロとプロとって上ごとのように引用リツイートしてしまったのですが、プロとのことつぶやくよっていう自分へのメモのつもりで、下書き保存してたのをそのままつぶやいちゃいました。かつてない雑なツイートで何事かと思われた方すみません。なんだ、変なことメモしてなくてよかったね。気持ち悪い。11月30日放送、声優と夜遊び、 MC は森久保翔太郎さんと蒼井翔太さん。またやりやがったよ。翔太 vs ソビ、可愛いのはどっちでしょうという企画が行われました。スタジオに用意された小道具を使って可愛さパワーをアピールするんだけど、テーブルの上に無造作に置かれた小道具を見て突然両手で顔を押さえてしまう翔太さん。一体何があったというのか、みんなわかる？じゃあ拡大していくよ。はあ、なんか一つだけ場違いなものあるよね。てかこれ11月21日の月曜放送回で安本さんが足で転がしたやつじゃねえか。再登場させんなや。翔太さん、この場違いなブツには欠点があることに気づいたのか、隣にあるバナナを手に取ります。皮を剥いて何をするかと思いきや、ってこれはあかん。空気を読んでぼかしをかけるスタッフ、おそらく大先輩のソビーから、ねえ翔太、それでいいのって本気で将来を心配されてましたよ。いやでもバナナ取った時はガチで焦ったね。だってバナナをブツに。なんでもないです。夜遊びつながりでもう一つ、12月1日放送回、 MC は波川大輔さん、細谷義正さん。曜日対抗選手権で夜遊びフリーキックチャレンジをやったんだけど、今回はガチでやばかった。1人5本、合計10本で最も多くゴールを決めた曜日の優勝で、これまでの成績はこんな感じ。ご覧の通り結構難易度高めなんですよ。最初に挑戦した細谷さん、5本中2本を決めました。これはこれですごい。でもやばかったのが波川さん、1本目、2本目、3本目、4本目、5本目。最後はソビーをぶち抜いて見事ゴール。まさかの全ゴールですよ。通りで説明聞いてる時のこの自信満々な表情。これ、波川さんにハート奪われちゃった子は多いんじゃない？思い出したよ。細谷さんも戦士だけど、波川さんも戦士なんだよな。あ、意味わかんなくてごめんね。12月1日からジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン第25話から最終話第38話がネットフリックスで全世界独占先行配信されました。こちら空女ジョリン役のファイルズ愛さん。ジョジョ最終話アフレコ直後の様子です。感極まって涙ぐんでいるのがわかります。いや可愛いよね。おっと失礼。そもそもファイさんが声優を目指したきっかけが、ジョジョがアニメ化したら出演したい、私がジョリーンのことを助けるキャラクターの役を演じたい、だったので感動もひとしおでしょう。ジョジョのオーディションを受けた日に泣きながら書いた日記、緊張しすぎて実力を出し切れなかったから、悔しくて悲しくて涙でぐちゃぐちゃに滲んでるし、感情のままに書いてるから漢字もすごい間違ってる。この悔しさをバニーに強くなれてよかった。ジョリーンみたいに強くなりたいという一文で涙腺爆発不可避でした。12月2日、伊沢しおりさん。流行りの AI イラストメーカー、自分の潜在写真変換したらこうなったんだけど、どういうことなの？これが、こう、顔どこ？いやマジで顔どこ行った？顔は想像に任せますってこと？あとよーく見ると右手もなくない？いやもうホラーだね。12月2日、一ノ瀬かなさん宅にて。自分も遊んでほしい SD エアリアルくん。ところが遊んでもらえず、そっぽを向いてしまいます。そして思ってたんと違うの SD エアリアルくん。そうか、これはあったかもしれない物語、ガンダムエアリアルイノセントフィナーレ、好評発売中。なにこれ。12月3日から4日に韓国で開催されたアニメイトガールズフェスティバル2022、小野賢章さんはアイドリッシュセブンのステージに参加、そして花江夏樹さんは鬼滅の刃のステージに。そんなお二人が、賢章さんも韓国にいた、仲良しの二人がこうやって異国の地でイチャコラやってんの最高だわ。二人とも笑顔が可愛すぎんだろう、畜生。12月3日、畑中タスクさん。泡で出る石鹸は鼻から吸っちゃダメだね。激痛。すっきりしたけど。マジか。多分洗顔してたんだろうね。皆さん教訓ですよ。泡で出る石鹸は鼻からは吸わないように。私に続いて副賞を。はい。泡で出る石鹸は鼻から。12月4日、大塚明夫さん。夜な夜なダンスじゃなくて、夜な夜な徘徊。今朝早かったから眠いや。ツイート時刻を見てびっくり。午前1時37分。何やってんすか、ボス。夜な夜な徘徊する初老の男。彼の目的は？いや、いろいろと数値とか。まさかの有酸素運動。てか、こんな時間にボスとすれ違ったら、通行人逃げちゃうよね。怖くて。この世界は、
残酷じゃなかった。12月2日、山崎春香さんがこんなツイート。小銭も千円札も持ってないこと気づいて、佇んでたら、めっちゃ迷ってるねって明るい声聞こえて、チャキちゃんだったの。恥ずかしくて迷ってるって返したけど、帰ろうとして、え?ってなって、ついに小銭がって言ったら、買ってくれたよ。天使かな?小笠原咲さん。ぴょんちゃんお疲れ様。良いタイミングで出会えてよかった。天使かな?あ、じゃあ俺も自販機の前でしばらく佇んでみるわ。残念でした。この世界は残酷だ。そして